身代わりも遥か遠くからもうピュッて刺したんで。せーの、ニンニンニン、はい、かゆむしんはかわしてドン、バーカチン。SKJ ビレッジ、はい、ご視聴ありがとうございます。 SKJ ビレッジの説だ、さあ、やさん、じゅんかです。はい、今日やっていくのは忍者マストダイ。はい、こちらのアプリなんですけど、はい、まあ、忍者を題材とした、疾走バトル RPG でございます。なるほど。で、本日はこれでちょっとゲームしてもらって、はい、負けたらちょっと忍者修行が足りないっていうことなんで、なるほど、罰ゲームを受けてもらいます。なに、で、勝った2人は豪華なものが待っていらっしゃるんで。なに、豪華なんでしょうね、それは。おー、ピュー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 走ってます。こちらですね、はい、このステージを、まあ、疾走するというこのアクションゲームになってるんですけど、はい、で、題材は今回忍者なんですが、はい、この世界観がかなりありまして、これ上下が大事です。これうまい。 S というか、え、君忍者だった？元忍者を操るかのようだ、まるで本物の忍者。映像をして、リブームできるの？そうです。これも もう操作がすごい直感的でヌルヌルしてるんですよ、うん、めちゃめちゃやりやすいんですよね。かなりスピードアクションでございます、はい、疾走感パないね。あの、このなんか後ろのヒラヒラがめっちゃイケてる。何？お、竜だ、黒竜だ。てめえ来たか、ついに黒竜よ。おめえを倒すために忍者の修行をしてきたもんよ。ナイス、忍者の修行足りてそうですね。 S さんはこれ足りてそうなんすか？でもこれ 2D だけど、すごい奥行きがあるグラフィックになってるんですよね。ほうほう、確かに 3DCG の技術を取り込むことによって 2D だけどすごい奥行きがあるように見えますというところでやられていきます。お、おった、クリアだ。ナイス勝利。じゃあ次ちょっとのボスっぽいんで本気出していいですか？やばい、3人いる。ゲーム最強モードの術、ボスを一発で倒す。ナイス、ジョーニー、さすが。あ、これあのストーリーがあるとさっき言ったんですけど、はい、武士と忍者が協力してその鬼というものを、まあ、封印はしたんですけど、うん、最近どうやらまた鬼の影が見えていると。何？で、今後はこのストーリーがどうなっていくのか、ちょっと皆さんもこれぜひやって。なるほど、黒竜が来たよ。今回はこの黒竜との対決、俺の里を守る。ワーニングです。うわー、すごいです、この方向の感じとか。武器スキル発動、ビビビビビビビ、強いスキル。よく黒竜を打ち倒したな。さあ、ゲーム最強モードにした甲斐があったもんよ。さすが忍術。おお、契約制っつったらそういうことか。お前、俺に乗れ。あ、今打ち破った竜がこの契約したんだ。オッケー、仲間捜索行きます。はい、この武士を撃退と今ありましたね。はい、過去は手を組んで鬼を退治したんですが、あ、今となっては今はちょっと仲違いしてるっていう背景もあります。実は、なるほど、切られたです。切られた、多少の切られた。武士を避けろ、忍びのごとく。お、やり返してる。はい、ファイヤーでこのアイテムで火だ、避けていく。早いか。うお、ナイス、エアジャンプできるんで避けれますよ。あとこれ下にもいけるんでね、 S さん下にもかわしてもらって。お、ナイス、メガネ食い。うわー、すげえ、第一アクション、忍者を狙い続ける。なるほど、引きつけて。わかりません、これはこう避ける瞬間に反対側に行く。こう、え、面白い、面白い。下に引きつけて、逆に上でかわすと見せかけて危ない。いや、素晴らしいです、こちらかなり忍者力って。危ない危ない危ない、なかなか難易度も歯応えあって。じゃ行ってください。はっ、行くでござる。あの、シュさん、これ音量上げてもらっていいですか、今。ニンニン、ナイス、返事はナイス。ニン、どこに行っても武士がいる。おお、今回の任務は武士の罠なんだって隊長に教えないと。かなり有名声優、かつおお、これキャラ 何体かいるんですけど、はい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 、全部口調がかなり独特で、はい、キャラ付けもしっかりされてるんですよ。へえ、あとこの音楽聴いてちょっとめちゃめちゃクールな感じしません？
そうでござる。失踪してる時の、俺が失踪する時によく流れます。あ、これ走ってる時にこの音楽流れたら、うん、もう止まりませんから。僕らとかはおすすめです。これかなり。お、めっちゃイケてる。お、なにこれ。全部お前の仕業です。なんだ、陰陽師みたいな人。陰陽師です。大名に使える陰陽師に対して随分な言いよう。陰陽師、皆の応援忍びパワーが、いや、入ってるのかって。強そうだ。陰陽師は術式を使ってきた。なに、ワリ。さあ、こちらボス戦となっております。はい、まずは切って、めっちゃ効く。この爽快な音楽とともに失踪して倒してくれ。パワーが高い。すごい。これ見せてやろうぜ。あり得るやつだ。幼少期から習った授業したもんだよ。元気だ。面白いことになってきた。な、こいつ。さあ、これはいい。これストーリーもちゃんとあるんで、なんだこのゲームは。皆さんはぜひこの失踪のバトルをやるとともにストーリーの方もちょっと注目していただいて、まず最初にあるのがこの無限疾走。無限疾走、じゃあ疾風モード。じゃあまず S さんからチャレンジしていただいて。任せてくれ。お、そう、これは要は自分の命が尽きるまでにどれだけ疾走できるのか、そう、得点をこの争っていくモードになってます。危ねえ、もう2回切られたわ。2回切られた。そう、立ってる剣に切られちゃダメよ。普通のダメっすよね。疾走して疾走して疾走して、上下避けるの。ナイス。1500m です。さあ、契約済みだ。お前とは行こう。ああ、本当だ、竜が壊してるんだ。なるほど、素晴らしい。これでパワーを貯めて2500。これ悪くないんじゃないですか。で、体力がちょっと低いのがちょっとかなり懸念点です。ええ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 今のところいい感じ。こういうのちゃんと取ることはこう点数につながりますんで、俺ここを努力でやってみますね。スイカを切る。スイカを切らねば。なんだろう。おい。まあ、2つ。リンゴを切っていいの。全部切りますよ。やばい、切れてない、なかなか。間に合うのか。これ大丈夫なのか。果たして。これ使って。切りまくり。切りまくってくれ。挑戦成功。ナイス。うわ、気持ちいい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 。3000m。ああ、今 S さんの気持ちいい。 S さんの記録ちょうど超えました。何、刀を上下に避けて竹をあります。結構多いですね、玉数。あんまり食らってない。おびえ、ダメだ。落ちてしまった。1回目と同じ。行くぜ。お願いします。目指すは1000万のみ。再活いけます。ブラ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 、アボキボキボキ、ブラ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 、アボキボキボキ。よぶ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 、いきなりクライが、いきなりクライが。剣を4つ投げ倒します。靴の音がです。やられる。普通に何の面白みもなく。リモード。大ピンチ。駆けつけます。よし、ゲーム。わあ！引っかかります。勝ったらダメです。1位、2位、3位ということで。はい。はい。でもう1競技あるんで。うん、よかった、危ねえ。まだ決まりませんよ。こちらお尋ねモノモード。はい。これ3人で協力して、まあ、ボスを倒す。ですけど、倒した時の3人のスコアでこれ順位つけますから。なるほど。いきましょう。このゲームにキャラクターも豊富ですから、うん、で、口調も性格もおのおの違って、今回僕はこのリキというキャラで挑みますんで。お前のリキだと。スキンも結構豊富にあるんで、ほう、いろいろ試してみます。俺犬になれる。めっちゃ可愛い。リン、オッケー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 、集中、いきましょう。雷神竜を手なずける。俺は奇跡の男。攻撃に当たらないことは何より大事。まずはそう。あと1秒だ。楽しみそうです。最強。これマジ余計のむずい。これむずいね、こいつ攻撃。私がやりました。ナイス。ナイスじゃないです。
やばい、俺も一回死んだ。俺も死んだってことだろ。集中集中してみんな。これで終わりだ。もう2期目だよこれ。やばいよ。カリエント行け。よし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 。痛い任せろ俺に。お前あとは俺に任せろ。マジでこれは公式で任せろ。すげえな。全然ダメージ出してない。うわー、最後ギリギリ俺が S に勝ったわ。 S が14万俺が15万だった。S は1回目に俺22で、だから今一緒で22と1313だ。忍者、忍者じゃんけんすれば。忍者してもいいの？忍者影分身と身代わりと手裏剣にしようぜ。誰が誰に勝てるかだけ希望。それは後で話しようか。いきます。ニンニンホイ。よっしゃ勝った。やばい。え、身代わりの術手裏剣食らわない。いや3枚出します。あ、もう身代わりもはるか遠くからもうピュッて刺したんで。しゃー、よし、あ、まあ負けたんで行くぞ。俺審判やりますね。え、でも はっきりとしたのは手裏剣に身代わりは勝ちます。せーの、ニンニンニン、はい、かゆむしんはかわしてドン、まあ勝ち。やばいやばいやばい。じゃあそしたら手裏剣誰に向かってねえじゃん。最弱じゃんそれ。さっき3人でやったこのお尋ね者と無限失踪以外に、はい、この3対3決闘場モードなどもあるんで、はあ、ちょっとぜひ試していただいて、はい、今回あの武器とかあの忍具とかこの忍者を強くするアイテムなどたくさんあったりするんで、はい、そういうのを、まあ、ガチャで引いてもらってパワーアップしてどんどんいいステージを難しいステージをクリアしてもらったりとか、はいはい、あと他にもこの家族このいわゆるギルド、はいはい、などあったりするんで、まあ、ちょっといろんな幅広い遊び方ができます。はい、皆さんもぜひやってみてください。はい、うん、うん、ということでこちら調理したものの夕飯でござる。ござるか、ござる。貴様修行が足りん。拙者まだまだあもうござる。あもうござるよ。あもうな拙者、忍者飯で十分でござる。え、本当にそれなの？忍者飯で十分でござる。忍者人の一人口をぶ消してみせてはならぬ。これで暗殺者のところの近くの外の寒いところを。どうだ、どうだ、どうだ、ね、多すぎ。でも、タイルでござる。あの、三原からってね、タイミングを。三原からいます、こっちは。大変です、もう。この、ふと肉なるものを、いただいてもよろしいか。カルビの術、ボン！うん、ない！消えた！あ、口の中でとろけているだと。これが、脂身の術。カルミではなくて。いただくでござる。あ、これ、古来から伝わる巻物？天と地の二つの巻物は、鉄火巻と、キャッカパッパ巻に分かれたと言われておる。え、忍者って何日くらい食わなくても生きてられるんですか？じゃあ。拙者マックス7で。ござるな。僕あたりはやっぱきつかったでござるか。僕あたりは自分の足の毛を食うつだでござる。最終局面じゃん。ナイスでござる。それはほぼ塩昆布でござる。いや。ただお前一つだけチャンスを与えよう。わしにニンニンじゃんけんで勝てば。好きなものを授けよう。いや、兄じゃ、ニンニンじゃんけん最強でござる。身代わりも、はるか遠くから、もうピュッて刺したんで。まあ、ここ、じゃあ、柔軟忍者じゃんけんで。審判、よろしく頼んでござる。調べるでござる。忍術を調べるっていうのは結構現代的ですね。なんて調べるんですか、ちなみに。ん？本当にあった忍術、一覧でござる。行くでござるよ。
せーの、ニンニン、ほい！SKJ学齢の術！巻き菱地獄！さて、これはどっちが勝つんだ？これはもうすべての攻撃を跳ね返し、俺らダメージはないでござるよ！はっ、足の裏に巻き菱が刺さってるでござるよ。マジで勝ち。足の裏に刺さってるのは負けだろ。まあ、後輩でもよければ相手するんで、いつでもかかってきなさい。せーの、ニンニン、畳隠れ突き刺し、忍法紙手裏剣。うわー、これで恩義寄せればなるならんでござる。あー、負けた。忍者は手でござるよ。今日その醤油当たり前忍者力上がるでござる。一言もないです。今日その醤油いくにあたってどうでござるか。食べたことないよりござるな。これ口の中でうわ、暴れてるでござるなんで。ガク痛いでござるか。かたじけない。ガツいね。このままで帰るわけにはいかないでござるな。忍びの時代ですから、忍びには忍びの遊び方というものがあったでござるな。影分身あっち向いてほいなど。それは非常に気になるでござる。何をどうやるのでしょうか。全影分身が一個一個避ければいいでござるな。まず影分身をするでござるよ。影分身のちょちょちょ4体でござる。4体をやるんですか。あっち向いてほい。一体目避けたでござる。あっち向いて、はい！あと2体でござる！あっち向いて、はい！あー、ごめんなさい。待たれよ。いくらをかけて私と勝負しよう。さらに昔の忍者がやってた手遊びで。おー、ありがとう。はいはい。忍者指分身のバトル。でござる。好きな指を立てるでござる。うん。その時、君もそのタイミングで指を立てるでござる。一本だけでござる。好きな指を一本だけ立てるでござる。お、それこれできないでござる。これは有利でござる。もう負けないござる、それは。これ、うちの家系ではできないでござる、その指を一本。指一本動かない。できるのはこの家系だけでござるよ、それが。すごい家系でござる。すごすぎるでござるよ。妖怪の類でござる、それはもう本当に。あ、敵中これが必死の音で敵を溶かす術でござる。古来から伝わる、はい、エコトバ遊びゲーム。エコトバ遊びゲーム。ネットでフリー。ネットで網で。面白い絵を探すでござる。なるほどでござる。わしはそれを全員笑わせる人数を持ってるでござる。お願いします。このお姉さん、可愛い肌すべすべで、めっちゃ綺麗、最高の女性って感じ。これ別に私は言わせてないんですよ。煙だ。逃げたでござる。忍者マスダイは12月14日リリースされるので、はあ、実は全世界で約1億回ダウンロードされております。めっちゃ人気のゲームでござる。大人気のゲームでござる。はい、興味ある視聴者、概要欄を見るでござる。概要欄なるシステムから、システムがダメ、吸い取れることができるでござる。不思議なそなたの端末に。